ニーロを引いて、お兄さん、とてもローマンティック。もう疲れてますね。何言ってんの？はい、クソおもんなやつ。お疲れ、お疲れ。解散すな、解散すな。はい、今日は、原神参加型やっていきたいと思います。いやね、もう毎週恒例となりましたね。まあ、1、2ヶ月の早いな、早いって。こうして素晴らしい人材が集まってきてるの嬉しい。なんかどっかの社長みたいな発言してへん。参加型に入ってくる人のことを人材とか言うな。あ、もうなんか物理型とかアタッカーとかさ、なんか自分ら言ってるけどさ、本当のアタッカーは私ですからね。リスナーが先生やろ。でもさ、先生がさ、なんかこんなふざけたムーブしてたら先生と呼びたくなくなるのはわかりますよね。おじさんだ。世界一肩おじさん。てかよう考えたら深淵って珍しい。いた。ちょっと待って。マジでさ、結構強いんやけど。あー、バカ、何してんの？マンタに戻ってんけ、おい！はい、集合集合、こっちこっち。オーケーオーケー、ナイスナイスナイス。お前、ゴローやばいって、お前そっから撃つの？お前、ゴローガン狙いされてるやん。あいつ絶対許したらあかんみたいな、強い意志を感じる。俺らのこと目にも留めてないやん。おっさん、はめ技みたいなされてるやん。なんやこの光景。ゾンビ戦法も対岸にせよ。大丈夫か？全身になっちゃう。いやー、またマックスかよ、お前。終わんねえやん、これ。すーごい、なに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 、やばい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 。えぐい。絶対殺すまんやん、おっさん。あー、ゴロー。はい。うわー、やばい。やばい、どんどん死んでいく。やばいやばい。ヤシロ君死ぬなよ、絶対。お前死ぬなよ、絶対。危ねえ、マジ。ちょっと待って、ヤシロ君死んだ、終わりやねんけど。ちょっと、回復できへんて。ガチ。あ、ちょっと待って。何を登ってんの？よっしゃ。ちょっとまあミスあったけど、まあまあまあ、お前が主役や。お前がナンバーワンや。なんか、ゴローの回線だけ光ファイバーでも遅いらしいで。だからあんなバグみたいになってるらしい。写真撮るで。写真撮るから。お、集まって！ちょっと！せーの！これでいいの？ありがとうございました。退出の方お願いします。うるせえな、こいつら。むしろ、私、ちょっと弱いんですけど、大丈夫ですかねっていう方、1ヶ月以上見てないかもしれん。山下さん、初見です。左の人、誰ですか？配信者や。Y や。今日、スコア 49.9 出たよ。ありがとう。何もしてへん。さあ、あなたのおかげです。はい、よろしくお願いします。あ、こういうのって、本当に参加できるんですね。そうですよ。よろしくお願いします。ほら、これよ。みんな見習って、初参加の方の反応でしょ。自分も初見ですかね。人に聞かれて言うことじゃないからね。あー、それは初見やねって言わへんから。なんか飛んでったけど大丈夫？あいつ。あいつ勝手に行きよったけど、いいの？あれ。なあ。いいの？ちょっと追いかけんでいいの？大丈夫？あけみさん、1000円スーパーチャット、ありがとうございます。あって、あれかな？あーってやって、エンターって押しちゃったから、かな？そうやね。ありがとうございます。ヤシロくん、いつも配信見てます。スーパーチャットです。よろしくお願いします。みたいな感じかな？そう、きっと、あーの後に何か続く言葉があったはずなんです。これ、何？じゃあ、ヤシロくん、こういうの、大の苦手やから。あ、わかった。キーの数や。これ、1個目。なんだって、双眼鏡炎と、塩化のみや、探索度 100% ですからね。舐めないでいただきたい。本当に、ガチうまいから。うん、舐めないでいただきたい。何を走ってんの？キーの数。なんで？これ3や。声に、じゃ、立てんといて。うん、3本やと思うから。うん、やめて。立てんなって。お前、5になるやろ。いい、だるい、だるいって。あきみさん、2000、あ、スーパーチャットありがとうございます。あ、コン。ごめん、わからへん。頑張って考えたけど、あーとコンで何？こんばんはのコン。やとしたら最初のあーは何？ありがとうございます。こんばんはかな。まあ、とりあえずやろうかな。うん、うん。もうこれ1本ね。はい、2本目。これかな。これ2本あるね。ほな、2本目。やってくれてありがとうね。で、3本目。これかな？ 3 本あるからね。これ3本目。はい、3本、4本にすな。まあ次、4本目ね。これ4本目かな。これで終わりだ！え？何も起きひんねんけど。時間が遅すぎた。すまん。なんで？アルティメットスマイルさん、初スパです。これで、うまい棒でも食え。命令系？まさかの命令系。ありがとうございます。ほんで、そろそろヤシロ君クリアしないと怒られるよ。切り株の数が少ない順。え？マジで？ちょっと待って、これフェイクか。木の数フェイクか。うわ、マジ？ガイアの人数やな。そんなわけあるか。あ、これや。2や。あ、オッケー。で、3が？これや。こうじゃない。で、4、あれじゃない。4があれか。何してんねん！これが4や。来た！
ほんで？え、違うの？リセットされたんで、また違います。え？妖刀の数やで、やとしたら1本。ガイアの人数ちゃうからね。うん、違うって言ってるから。一回ここでやってください。オッケーオッケーオッケー。一旦これな。オッケーオッケー。じゃ、これ、はい。はい、2。ほんで、こうする？はい、3。やったよ。だってこれ、この順番、絶対これじゃないって。なんで合ってんねん。なんで合ってんねん。あ、あけみさん、やしろさん、こんばんは。12月にもなり、私の地域では外で雪も降り、え、マジで？肌寒くなりましたね。今年からですが、やしろさんの動画を見たり、実際に参加型に参加できて、とても嬉しく思っています。今後とも、なめんな、足なめで、よろしくお願いいたします。やしろさん、まだ早いかと思いますが、来年も応援しております。ありがとうございます。なんでこの分最初に打たへんかったん？最初のアートコーンは一体何やったん？これ最初に言ったらよかったやん。ギミック解いときました。嘘でしょ？コメント読んでる間に、なんか近くにあるんやけど、何これ、鳥の卵いらんて。え、何介護すぎひん。はい。うん。これでいっか。ありがとうございました。フルゴアエイムさん、切り抜きから来ました。やってますね。ゆずのチャズミさん、ショートでは何度かお見かけしたのですが、ライブに来るのは初めてです。面白い人たくさんいますね。それはしろくんも入ってるかな？うるさいよ、周り。黙れ、黙れ。原神についてもうちょっと触れ。このキャラって誰に合いますか？このキャラ引いた方がいいですか？一言もコメントないからね。一言もコメントない。いいですよ、全然いいですよ。わからへんから。明日試験なんだけど、古典無理。なんでこのコメント拾ったんや。200円スーパーチャットありがとうございます。初見です。始めました。何を？何をか聞きたいな。うん。生物全剥がしもいいよ。変なこと教えんといて。初見の方いるからね。なんでそんな報酬貯めてんねん。そうなんですよ。これでしょ？バカ多いやん、これ。なんかさ、デイリー報酬とかまだわかるやん。探索報酬、探造報酬。まあ、この辺わかるやんか。冒険ランク報酬はあかんくない？お前、冒険ランク報酬は、とりあえず、何かを舐めよう。嫌です。嫌です。あ、大ちゃんさん200円スーパーチャットありがとうございます。続きですが、考えてなかったです。あ、考えてなかったら、別にスーパーチャットで言わんでええねんで。この報酬の多さ、キモすぎて、クソ。報酬でキモいって言われたこと初めてやな。どうですか？エウルは強くないですか？うちのエウルは二突してるんですよ。うちの推しなんで。あ、ごめん、タルタル敵やと思った。ごめん。ヤシオを神社に賽銭投げつけたら、いい生物が出ると聞きました。出なかったら、賽銭泥棒をします。なんで、キャッチ&リリース。あ、みかんさん。Today, my sweet rain started doing 10万ダメージ。I mastered differential and intelligent culture。じゃ、ここ、英語の授業じゃないよ。あ、皆さん、これやって終わりにしますか、最後。おーすげえ！はい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 。なんか全部が繋がりそう。何泳いでんねん。こうやることないし泳いだろみたいな。ごめんな、ちょっと待ってな。これは一人で解けそう。オッケー！当たってる！ナイス！何当てようとしてんの、剣で。皆さんありがとうございました。一回も参加したことない方、完全初見でお願いします。やったーって言ってるやん。大丈夫？介護のための介護、面白くないか？というわけでやっていきましょう。君たち本当に初参加？ニーロを引いて、お兄さん、とてもローマンティック。あ、ちょっと離脱すんのやめてもらっていいですか？ちょっと、介護のための介護面白くないか？か、ニーロを引いて、お兄さん、ローマンティック。わー、なんか、サイコパスしか感じひんな。おーって言ってや、おーじゃないんよ。断然セノ君ですね。最近冷えてしきましたね。ちょっと、ヤシ、黙って、200円スーパーチャットありがとうございます。すいません、はい、相当イライラしてますね。なにこれ触れる。え、絶対簡単やん、こんなん。こうやろ？こうでいいやん。え、何がむずいの、こんなん。こうじゃない？おー、行きましょう。はい。はい、余裕。こんなん失敗するやつおらんやろ。さすがにこれ間違える。なんで勝手に割るの？はい、勝手に割ったらできひんねんな。で、ヤシロくんしかできひんねん。ちょっと天才しかできひんから。もうちょい前、もうちょい前。来た。はい、これが原神です。次な。お待たせしました、ありがとうございます。はい、はーい、ありがとうございます。ね、よかった。もしかして、緊張してますか？やかましいわ。愛称ガヤさん302スーパーチャットありがとうございます。お疲れ様でした。今日は異様に空気が冷えましたね。なんででしょうか？原因は、まあね、ちら。
アハ。アハじゃねえんだよ。スーパーチャットってもっとなんかあるやん。思ってたんと違うんですけど。ヤッシーがまた動物殺した。いいじゃないですか。プクプクダジュやったっけ？ラクラクダジュに引っ張る。何早いって！せっかく人がやろうとしてんのに！てっぺーって書いたらさ、みんなあの稲妻のてっぺーを思い出すよね。そうなんですよ。てっぺーがね、あーなっちゃうシーンあるじゃないですか。もう味味？舌切ったろか、ほんま。あそこの場面ね。ほら、なんか、メカジキ2番隊で、なんか、僕強くなったよ、みたいな。一緒に制服着て、やりたかったな、みたいなこと言うやん。もうマジで泣いたもんな、もうほんまに。ぐらい思い出強いですね。だから、稲妻が、やっぱ一番好きですね。ああ、ジャガン使って、なつか、ぶっしゃるこいつ。ふざけんなよ。同じ顔のモブ、その辺にいるだろう。なんてこと言うねん。はい、じゃあ次の方、お願いします。小学校の教科書ぐらいひらがないね。なにこれ。これあれちゃん、ヨーヨーちゃん、あれちゃん、またゴマちゃうのこれ。あ、来た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 。来たよ。来たよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これの漢字からの、これはおかしないか。お前、棒立ちすんな。お前、構えだけするな。もう、剣は振らな、当たらん。ちゃんとした剣持ってるやん、ジム。なんやねん。初参加で参加せえへんってどういうことなの？初参加だけど、ふざけちゃダメなんですか？ショートで、そうやって、まだ見ました。やとしたら、ヤシロくんのせい。またこれ！もう、またこれ、もう。もう、じゃあ、ヤシロくんのトークで繋ぐわ、これ。ヤシのショートは、教科書だから、あかんあかん、あかんあかん。原神グランド花月、ゴロいいな。あ、来た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 ！よ、待ってました！待ってましたよ、新内！ね、みんな待ってましたよ。ね、ヤシロくん盛り上げときました。わー、もうめっちゃ最高潮。マジで最高潮。倫理の教科書で勉強してから来たけど、何か間違えたんかな。嘘でしょ、ヤシロくん、あれ？なんか、アインシュタインとかの隣におんの。嘘でしょ。デカルトの隣にいる。なわけないやん。もう、秘境という小さい空間でふざけようとしてる皆さんがもうちょっとどうかと思いますよ、本当に。あんな空間しかないよね。ゴマ光ってんな。せーの、動かないでねって言って動くのはどうなんですか？ねえ、動くなよ。はい、ありがとうございました。お時間ありましたら、長文の時計見てください。あ、いいですよ、全然。なるほどね、これあれやな。こういう男の子が好きなんですか？なるほどね、翔くんとかも好きなんじゃないかな？なんでレベル20やで、おい、ふざけんなよ。生物よりもこっちが気になるよ。はい、二突ね。はい。もうなんで1な？なんで1、5、6なんですか？もうなんか生物見る前におかしなことしかないんですけど、この人。これでよう来ようと思ったな。なんでレベル90やねん、それで。なんかちゃんと強いな。なんで？なんで？なんでちゃんと強いの？この超運、やるな。氷ショタ縛り。あー、そういうことか。昨日、誕生日だったんですけど、よかったらお祝いのお言葉ください。自由すぎひん？初参加。自由すぎやろ。みぞさん、おめでとうございます。ちなみに、厳選したことありません。めっちゃ薄いやん。めっちゃ厳選してる。花、花どれ？これか。はい。やば。これもすごいんじゃない？え、なにこれ、ネタじゃないのこれ。これ1344はネタやろ。絶対ネタやん。やっとしたらなんで5万なんですかね。通常10にすなって。通常10にすんなって。その前にこっちやることあるやろ。なんでやねん。なんでやねん。パチンコやないか。パチンコやないか、自分。なんやこのパチンコ。えらいパチンコやな。えっく？よくこれできたな。20%。なんやこいつ。見ないで。もう遅いよ。パチンコできたのバレたから、もうみんなに。物理ヨーヨー憧れる。いや、もうアマター見てきたよ。アマター。なんやろ、もう逆にそっちが普通みたいに見えてきましたけどね、ヤシロくんは。次はね、ネームドーモンスターやってけ。なんかすごいボスに行きたいと思います。誰か一回でもね、死んじゃったら終わりです。三大禁忌大好き。あ、そうですね。皆さんご存知でない方もいるかと思うので、マルチプレイにおけるね、原神三大禁忌というのがございまして、まあ、一つが、ナヒハラですね。持ってない人に対して、その持ってないキャラで煽りプレイをする。これはナヒーダハラスメントと言います。はい、で、その次が、岩主人公ですね。岩主人公のスキルで、人の道を妨害したりする。これがハラスメントです。岩主人公ハラスメント。あと一個何やったっけ？あ、花火な。そう。花火が、メラトくんのね、グッドボタン、ならぬ、低評価みたいなね、やつが、早速やってますね、この人ね。で、花火で、低評価みたいなのやるのも、あればダメですね。三大禁忌ですね。させていただきます。あ、これ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 。これ、赤いやつ。これやつ。もう二つ揃ってる。三つ揃ってる。あかん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 。わーって言ってね、これ、花火。わー、綺麗やねー。
これ煽りプレイって言いますね。あの、三両物質せんでいいよ。うん。誰？誰ここに置いたん？いらん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 。なんか三種の神器みたいになってるから。冷蔵庫、テレビ、洗濯機みたいなさ。わあ！宴会すなって。アルベーター？ちょ待って、増えてへん。五大禁忌になってへん。嘘やろ？抹茶ドーナツとアルベーター追加したら五大禁忌なんですけど。一年後ぐらいにさ、なんか78禁忌みたいな。なりそうやな。ヤッシーに謝るなら、私は泥をすすります。やばいって。やばいって。なんかプライドとかもないもんな。もう頑張って倒しましょうね。キャラをね、今選んでいただいて1分ぐらいしたら行きましょう。優雅に大丈夫？フリーナフリーナで行くの？やばそうやで。大丈夫です。というわけで行ってみましょう。まあ、リオセスリーいるからね。はい、はい、強いやん。はい、はい、はい。え、フリーナは何？バフかけてんのか？え、これ勝てる？もしかして。え、ディシアやるやん。ほんで、フリーナの回復。回復取ったな。なるほどね。え、なんか全然減ってないんやけど。すごい。え、いける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 。一回食らってみよう。え、全然減らへんぞ。HP。くらいな。うわぁ！すぐ回復する！すげぇ！ 3 割ぐらいしか食らってない。マジか！え、やるやん！え、いけ！いけ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 ！やるー！これが答えか。ニニアンの。すげぇ！はい。やばっ！ありがとうございます。なんや、さっきふざけてたのに、ちゃんとやるやん。やるときはやるやん。すげぇ！普通に強い。だって前衛のリオセスリとエウルやろ。ほんで、肩代わりのディッシャーやろ。で、超回復のフリーだな。HP 見てください。ぜひ見ます。え、いくら？やばいんじゃん。待って、いくらなんやろ。見ます。はい。あかんやんけ、おい。